はい、今回の動画は Windows 11で一度設定したピンコードを変更する手順をご紹介します。で、 Windows 11では4桁の数字の暗証番号でサインインしている場合に、後からですね、この数字をですね、変更したいといった場合は設定からですね、簡単に変えることができます。それでは早速その手順をご紹介したいと思うんですけども、まずはですね、キーボードの Windows キーを押したままアルファベットの I を押してもらって、この Windows の設定の画面を開きます。次に左側のですね、このアカウントという項目のところをクリックをしてください。はい、次にこのアカウントの中のこのサインインオプションというところですね、こちらをクリックします。はい、次にこのサインインする方法というところの中にこのピンという項目がありますので、こちらをクリックをしてください。はい、そうするとここにピンの変更というのがありますので、この右側のピンの変更というところですね、こちらをクリックをしてもらうと、まずはね、現在のピンコードを入力をして、その後続けてですね、新しいピンコードをですね、2つですね、同じものを入力をして OK ボタンをクリックをしてもらうことによってピンコードを後から変更することができます。はい、といったことで今回の動画では一度設定したピンコードを後から変更する手順をご紹介しました。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。